What do you envy about black women? Their voice is very sexy, emotional. But the most of us. めっちゃ好き。わーみたいな感じ。やっぱ変態っぽくなるんです。アダルトな感じ。お尻が大きい。めちゃめちゃ可愛いです。綺麗な髪。The gorgeous body shape. I agree. 雰囲気。確かに。マジでマジでマジで。I'm so jealous of that. Hey guys, welcome back to the channel. It's your girl, Hapra. Guys, thank you very much for coming back for a new video. If you're new here, please don't forget to subscribe, like this video, and if you're always here, you know how we do it. Guys, in this video, I'm gonna be asking Japanese women, what do they envy about black women? Because yo, last time when I asked them if they would date black men, many of them actually said yes. Yo, I'm fighting for our men. Leave our men alone. So today I wanna ask them what they envy about us.Is it our hair? Is it our smile? You know, like whatever. Because I bet you they are gonna say a lot. So let's dive in! 黒人女性、何が羨ましいんですか？でもやっぱパワフルな感じが、本当？うん。やっぱ私たちにはそんなに見た目でやっぱインパクトはないから、そこで、はやっぱ羨ましいなとは思います。ありがとうございます。どうですか？同じくパワフルな感じが、やっぱ日本人ってこうシャイな感じがちょっとあると思うんですけど、そのやっぱ外国の方とかはもう、わーみたいな感じでいけるから。いつも私もイエーイ黒人女性に会って何が羨ましいですか？何がですか？どこが羨ましいですか？何の？ I'm just not ready for all of this. It's just... 黒人女性。Boy, if you don't. あ、黒人女性何がいいか。はい、え、かっこいい。かっこいい。うん、なんかおしゃれだし、雰囲気あるし。何がある？雰囲気。雰囲気？雰囲気。雰囲気ね、雰囲気。雰囲気とか、なんかおしゃれ？強さがある。強さがある？え、みんななんか言っちゃうんですけど、初めてそれ知らなかった。黒人女性？そう。え、私めっちゃ好き。本当。かっこいい。ありがとうございます。何の話かと思う。ああ、オッケー。What do you envy about black women？綺麗な髪。肌が綺麗なイメージがあるのと、ちょっと変態っぽくなるんですけど、体のラインが綺麗な方が多い。確かに。そういうところです。Oh, okay. Thank you. My question today is, what do you envy about black women? Black women envy. They've got super, you know, the gorgeous body shape. Body shape. You know, like I was trying to, you know, to get the most of us. You know, going to the gym every day, but it's impossible to achieve. Yeah. Like, you guys can, like, naturally get it. Yeah. That's so. I'm so jealous of that. Thank you. 黒人女性に何が羨ましいですか？どこが羨ましいですか？明るいところ、コミュニケーション能力とか高いイメージ。黒人女性見たら何か何が羨ましいですか？え、なんかセクシー。セクシー。ありがとうございます。でも何がセクシー？なんか色気がある。色気？色？違う。色気はどういう意味ですか？なんだろう。アダルトな感じ。おお、アダルトの。ああ、大人っぽい。大人っぽい。ああ、オッケー、オッケー、はい。今日の質問は、黒人女性にあって何が羨ましいですか？おっぱいとお尻のこのスタイルの良さ、すごい羨ましい。あと肌が綺麗な。肌が綺麗。ありがとうございます。黒人女性にあってどこが羨ましいですか？声の豊かさ。声？声、ボイス。Sing when they is sing a song, their voice is very volumey and beautiful, and I love it. Oh, really? And who is your favorite black singer? Not especially. All. Okay. So just all of them. Yes. Oh, okay. I see. What else? Emotional. Very emotional. Yeah. Okay. So very open. Yeah. Okay. Do you have any black friends? No.黒人女性が何が羨ましいですか？なんかすごい自分をしっかり持ってるみたいなところ。どんな感じ？なんか日本人と比べて、なんか自分の意思とかをこうないがしろにしちゃうけど、日本人女性はだけど、その結構黒人女性の方とかは自分がしっかりしてて、こう自分の意思とか意見とかをめっちゃこう
どんどん言ってくみたいなところ。あ、自分のなんか意見をちゃんと言うってこと、うん、が羨ましいなと。え、日本人はそんなこと言わないですか？あんまり言わない。でも言いたいよね。言いたい、言いたい。オッケーオッケー。黒人女性、何がなんか羨ましいですか？羨ましい。羨ましい。Get out of here, man! そうですね。なんだろう。黒人女性というか、外国の方全員になっちゃうんですけど、はい、なんか日本人って周りを気にするというか、なんかそういうのじゃなくて、自分の好きなものとか、なんかファッションとかメイクとか、みんなそれぞれなイメージがあるから、はい、なんだろう、そういう個性を一番にできるってすごい羨ましいなって思います。はい、今日の質問は、黒人女性がどこが羨ましいですか？こう、なんだろう、女性らしくセクシーなところ。はい、セクシー、OK。なところですかね。うん、それ以外は？それ以外、あとは芯が強そうなところ。芯が？自分を持ってる。あ、本当？します。え、誰が一番好き？黒人女性で。うん、ちょっとわからシンガーとか一人も知らない。ごめんなさい、一人も、うん、男性だったらわかるけど。あ、オッケー、誰？男性だったらウィル・スミス。 Just the two of us, we can make it if we try. Just me and you. An entanglement, an entanglement, an entanglement with August. シンガー、シンガー、ウィル・スミス。ちょっと論点とずれるんですけど。あ、オッケー。そうですね。今日の質問は、黒人女性がどこが羨ましいですか？スタイル。スタイル？どんなスタイル？お尻がプリッとしてる。他には？あとは、でも、うん、なんかセクシーな体型してるなって思います。日本人女性もセクシーじゃないんですか？なんだろう、うん、なんか お胸と、ね、なんかボンキューボンってもうすごい綺麗に出てるなって思います、うん、本当、黒人女性の。 ありがとうございます、はい、質問は、黒人女性がどこが羨ましいですか？なんか全部に勢いがあるところ。全部何？勢いがあるところ。勢い？どういう意味ですか？なんか全部が全力でパワーがありませんか？女性？嘘。日本人がすごい強いなと思ったんですけど。そうですか、うん、なんかよくインスタグラムとかで黒人女性のファッションのやつとか見ますけど、うん、みんな自信たっぷりでアピールしてて可愛いなって思いながら見ます。でもこういうファッションもすごいなんかおしゃれ。なんかでもこういうの黒人の方が着るとすごいコントラストが映えるから、めちゃめちゃ可愛いです。そういう方もフォローしてる。そういうことがなんか考えたことない。すごい可愛いですよ。ありがとうございます。黒人女性がどこが羨ましいですか？スタイルがいい。あ、スタイル。どんなスタイル？お尻が大きい。お尻が大きい。オッケー。他には？足が長い。あ、オッケー。なんかなんでそれは関係ありますか？日本で。スタイルがいいと、うん、どんな服でも似合うかなと。だから足が長いんだったらなんかどんな服を着ける？ジーンズ。ジーンズ、はい、でも短いジーンズもあるんじゃないですか？あ、足が長い方がかっこよく着れるかなって。あ、 OK。 ありがとうございます。そう、今日の質問はね、なんか黒人女性がどこが羨ましいですか？いいよいいよ、大丈夫、何でもいいよ。あの、素敵。素敵。何が素敵？あの、美しいです。肌の色がすごく、肌の色。はい、次回ありがとうございます。今日の質問は、なんか黒人女性がどこが羨ましいですか？黒人女性、うん、なんだろう、かっこよく見えるところ。あ、本当？わかる。本当？どこ？なんだろう、ないものねだりなのかな。ない自分たちと違う人を、うん、がかっこよく見える、うん、あ、本当？日本人もすごいなんかかっこいいよ。あ、かっこいい。やった。like、あ、なんかおしゃれ。おしゃれ。これ高そう。安い安い、めっちゃ安い。そうそう、これいくらぐらい？これ3000円ぐらい。本当？なんか1万円以上かかる。ほんとほんと。どう？でもスタイルがいいってイメージなんだよね。なんか日本人って服がなんかもう控えめな感じだけど、はい、黒人とかってもうすごい派手な感じだから、それも普通に着ちゃってるのがすごいなっていう。なんかブライトカラーとか軽いな。Oh, okay.Guys, I'm so sorry I don't have an outro for this video, but what I wanted to say is thank you very much for watching. I was so surprised that many Japanese women envied black women's bodies. Like, I thought the beauty standard here is to be skinny, to be small, you know? So why do they want the bonky bone body, like the big ass, small waist, and big boobs, you know?
So I was surprised about that. But also, I was surprised how Japanese people use English words too. Some women said they envy how powerful, like powerful na kanji. Like, they, like, you know, like when someone says like powerful, like in English, it sounds like a very strong person, like of the sort, you know. But if you translate that into English, it's basically like someone who has good vibes, you know, energetic, but in a good way. But it can come off like they're more masculine, but that's not what they meant, okay? Anyways, please, if you enjoyed the video, don't forget to subscribe, like the video, and follow me on all my social media, Harriet Harper on TikTok, Instagram, everywhere, guys. We're growing, so please subscribe. Many of you haven't subscribed, so please help me subscribe. We are on our way to 3,000 subscribers, so please help me make it happen. Wait, so I need to remember. So I'm gonna talk about. Thank you. Why you know my question better? Oh my god, my intro is all over the place. Stop it. Get some help. Okay, what do you. Oh. That is non Japanese. Wait. Moi tosu wa. Seriously, what? Oh my god. Why was that? This is Roppongi, yeah.